listening to Shibuya Cross FM.今週も始まりましたカラフルスタイルクロス、この時間からお送りしていきます。番組のメインパーソナリティを務めるなちです。ナナピーだよー。はい、ということで今週はナナピーの週ですね。はい、よろしくお願いします。はい、なんかね、ずいぶん可愛らしい冬っぽい服になったね、ナナピー。そう、もこもこな。私ね、結構こういう季節の変わり目っていうのがね、苦手で、こう服何着ていいかってすごい迷っちゃうんだけど。あ、そうなんだ。結構なんか時期取り入れたね、ファッションしてるなと思って、すごいなと思って見てたけどね。私結構出遅れるタイプ。あ、そうなんだ、うん、でもね、こうストールがあれば安心。うん、ストールね、あるだけで首元あったかいからね。もうなんか今さ、もう1月、うん、2月ぐらいの気温ぐらい寒くない、かなり。どうしてこんな寒いのよ。わかんないよ、去年こんな寒かったっけって多分毎年思ってるんだと思うんだけど。まあ、そうだろうね、そうね、12月だからね。12月突入だね、今日昨日からですね、うん、もう2日ということで。もうイルミネーション、あの渋谷もさ、駅からちょうど歩いてくるときに、はいはい、まあ、あの木にね、はい、うんうん、ライトつけて、はあ、すごい綺麗だなと思って歩いてきたのに。あ、そうですか。あ、でもナナピーは、うんうん、なんか去年もね、そこの時期にそんな話したなと思って、うん、あのイルミネーション全く興味ないんだよね、確か。ああ、何も感じない。何も本当、うん、綺麗だな、電球だなっていう感じだな。電球だな、うん。そう、コードが苦手なんだよ。あの線が苦手なんだよ。線が苦手な人だっているの。あんま感じないですね。電線とかも苦手。うん、嫌いではないけど、別にあまり何も思わないそうなんだ、うん、でも冷たい人とは思わないで、うんうん、別にそういうわけじゃなくて。あ、そうね、そう、まあ、別に特にね、うん、うん、何を感じるんだ。どっちかっていうと、なんか、まあ、しかも冬だとさ、ナナピ北海道出身だから雪降ってるの、うんうん、ね、当たり前で結構育ってきたでしょ。東京来てからどう？寒い、うん、いや、雪恋しくなったりしないの？昨日の夜も寒いな寒いなって言って、うんうんうん、なんで寒いなと思ったら半袖と短パンなのね。ねえ、もう普通に着てほしい。でしょなぜ？でも私ね、うん、札幌にいる時に、うんうん、長ズボン長袖着てた記憶がないんだよね。夜でも、あれじゃない、あの寝る時も。やっぱ北海道の方でさ、すごいストーブをさ、ガンガンに、うん、かけるじゃない。そうそう、だからもうなんか半袖半ズボンでもあったかいのかもしれないよね。だから家の中で半袖半ズボンでいるのが当たり前で、ね、うんうん、だからすごいこっちは寒く感じるね。やっぱ家の中の温度が違うのかもしれないけどね、うんうんうん、湿度も違うしさ。そうね、すごい乾燥するし、うん、うんうん、確かにね、うん、こう、まあ、でも慣れなきゃね、もう東京の寒さ、ね、そうだね、うん、まあ、またさ、住んでる地域違うとね、暖房器具も全然違うから、うん、その分ね、ちょっと寒く感じるのはあるかもしれないね。そうだね、うん、風邪ひかないように、風邪ひかないように風邪対策はね、バッチリ、はい、はい、していきましょう、はい、早速番組のスタートしていきます。この番組は LGBT×〇〇をテーマに、セクシャリティや業界のジャンルにとらわれない多様なゲストさんを迎えしてトークライブをお届けする番組です。人の数だけ存在する生き方や幸せの形、個性豊かなゲストさんのライフスタイルを通して未来をより明るく、そして明日がもっと楽しくなるようなスパイスをお届けいたします。 LGBT というのはレズビアンやゲイといった同性愛者の方、男女どちらも愛せるバイセクシャルの方、生まれ持った性別とは違う性別で生きることを望むトランスジェンダーの方など、さまざまな性のあり方を持つ人たちの頭文字を取った総称です。この番組では随時メッセージを募集していますので、ぜひ感想ですとかご要望、ゲストさんへのご質問などお送りください。メッセージの送り先は info@shibuyacrossfm.jp までお願いします。続きまして番組スケジュールです。この後にレギュラーコーナー、今週の気になるトピックがあります。こちらのコーナーでは LGBT 関連のイベントやセミナー、雑誌ニュースなど様々な情報をご紹介いたします。続きましてゲストコーナー、クロスフレンズです。こちらのコーナーでは個性豊かなゲストさんを迎えしてトークライブをお届けするコーナーとなっております。本日お越しいただくのがですね、はい、フェローシップ船橋代表の松本真由さんをお迎えして、はいはい、1時間お届けしたいと思います。LGBT って何とか自分には関係ないと思っている方もね、まだまだいらっしゃるかなとは思うんですけれども、そういった方にも聞いていただけることで、より素敵な人間関係の構築に役立つと思うので、ぜひ最後まで聞いていただけたら嬉しいです。カラフルスタイルクロスはこの後7時50分までの生放送です。この番組はライフネット生命の提供でお送りいたします。ここでライフネット生命よりご案内です。
あなたに万が一のことがあったとき、現在の国の制度では同性パートナーの保障は不十分な場合があります。日本では同性パートナーの法的な婚姻関係はまだ認められていません。同性カップルを結婚に相当する関係として認め、同性パートナーシップ証明書を発行する自治体も増えてはいますが、同性パートナーは財産相続をはじめ、さまざまな場面で制約を感じることも少なくありません。そこで万が一の時に残されるパートナーのために生命保険で備えておくと安心です。ライフネット生命では2015年11月8日から同居期間など一定の条件のもと同性のパートナーを死亡保険の受取人にしていただくことが可能となりました。同性パートナーの方を死亡保険金の受取人に指定する場合、本人確認書類などのお手続きに必要な書類に加えて、同居の事実を確認するための住民票、当社所定のパートナー関係を確認する書面のご提出が必要となります。これからの人生を共に過ごしたい、心からそう思えるパートナーを得て二人で新たなステージへと歩み始めたとき、気になるのがもしものときのこと。詳しくはライフネットレインボーで検索してみてください。
お送りした曲はエンビー・ガブリエラで生きるでした。午後7時からお送りしておりますカラフルスタイルクロス、渋谷シラクセ会の少女より午後7時50分まで生放送でお届けいたします。はい、続きまして今週の気になるトピックのコーナーです。本日ご紹介するのはこちら。はい、 LGBT 支援に専門職員を採用へ、はいはい、兵庫県明石市のニュースですね。明石、はい、兵庫県明石市では LGBT の人たちへの支援策を充実させようと、当事者や支援活動の経験がある人などを来年度専門職員として新たに採用することになりました。定員は2名程度で、市が検討を進める同性カップルを婚姻結婚相当の関係と認める制度の詳細を検討したり、学校の制服やトイレなどについて当事者に配慮したルール作りに当たってもらうということです。すごい、はい、明石市によりますと LGBT の専門職は東京渋谷区がいち早く設けましたが、全国でも珍しいということです。明石市の市長は、当事者を抜きにして支援事業を進めてもニーズに沿った支援は難しい、志ある人が応募してほしいと話していました。明石市では来月17日から応募を受け付け、来年2月に採用試験を行うことにしています。2月から、ね、すごいですね、うん、ね、なんかこう職員を2名募集っていうこと、2名程度ってことです ね、うん、まあ、確かにそのお手洗い問題であったり、そのハード面とかだと、はい、うん、そのトランスジェンダーの方、うんうんうん、当事者からのこう意見とかっていうのはこうね、聞きたいっていうのは本当あるだろうね。そうですね、こうさ、ロゴをレインボーにすればいいとか、はいはいはい、そういうわけではなくて、ね、実際実用的に、うん、ね、あの使いづらさのない、ね、うんうん、お手洗いだったり、まあ、他のね、うん、だったりとかっていうところをね、変えていくのに重要だよ ね。ただなんかこう、うん、ゲイの人とかね、例えばトランスジェンダーの人が2名入った、うんうん、うんうん、からなんかその人たちの意見でうまく進むかって言ったらそうじゃなくて、うん、その人たちがどれだけね、こう周りの人たちの話を聞いて、うん、なんか多くのね意見が反映されるとすごいいいのかなって思いましたね。そうね、そこの意見だけで採用ってなるわけじゃないだろうし、ね、まあね、だって試験があるっていう書いてあるからさ、ね、相当難しいんじゃないかなって私なんかすごい、うん、うんうんうん、まあ、なんか本当にそういう問題って、まあ、それこそ当事者だけじゃなくて、うん、ストレートの方からのこういう意見とかも、ね、うん、混ぜつつ、やっぱりいろんな議論があって、うん、じゃあみんなでこういう風にしていきましょうっていう決めて、ね、トイレなんかはね、なんか本当に議論がなかなか難しかったりとか、うん、なんかこれがいいっていうのがなかなか出てこなかったりとかさ、うんうんうん、制服に関してもさ、なんかユニセックスの制服がいいとか、なんか、うん、でもユニセックスの制服なんか着たい人いないとかさ、うんうんうん、いろんな意見がやっぱりね、本当賛否両論あるなと思って、うん、もう手洗いでね言えば、私この間、うん、なんか今まで思ってたのが、別になんかその、うん、なんか男性女性どちらも入れますみたいなトイレあるじゃん、うんうん、はいはい、ああいうトイレとかだと割と使いやすいのかなって思ってて、うん、だからその女性専用とか男性専用とかじゃなくて、そういう風にすればいいのになって思ってたんだけど、うんうん、ついこの間お手洗い入った時に、うん、あのコンビニで借りたんだけど、うん、はい、あの男性は女性専用のトイレ入らないでくださいっていう張り紙があって、へーって思って、あ、でも確かに、まあそういう、まあ、性犯罪とかね、うん、なんかこうそれこそ監視カメラとかさ、そういうこともね、はいはいはい、ま、前にあったりしたじゃないニュースとかで、だからそういう防犯、うんうん、犯罪の防止っていうところも含めて、うん、そういうね、その女性専用トイレが設けられてたりっていう、その守るためのお手洗いっていうのもあるのかなと思うから、だから本当そこはね、やっぱ議論が必要ってすごく思うね、うんうん、まあ、犯罪は犯罪な、そうそうそう、それはいけないことなんだけどね、いけないこと、ただまあみんなが利用できやすいトイレにね、やっぱ今後してきてもらうのが一番いいと思うから ね、うん、ね、はい、なんかすごい素敵なお話でしたね。そうですね、はい、はい、ちょっと 来年の2月からということなの で、ね、はいはい、ぜひね、あの近くの方、興味ある方は、うん、明石市ですね、はい、明石市チェックしてみてください、はい、ということで以上今週の気になるトピックでした。では早速ゲストさんのコーナー入っていきたいと思いますので、2曲目をお送りします。浜崎カレンで君色。今夜も会うはずだったのに。
お送りした曲は浜崎カレンで君色でした。午後7時からお送りしておりますカラフルスタイルクロス、渋谷シダックス1階のスタジオより午後7時50分まで生放送でお届けいたします。ということで続きましてゲストコーナークロスフレンズです。本日お越しいただいているのは、フェローシップ船橋代表の松本真由さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ねナナピーはね、うん、松本さんとお知り合いということで、ね、そうなんです、はい、あどのくらいの付き合いになるんですか。もともとその私が江戸川区で活動している LGBT コミュニティ江戸川っていう団体でね、うん、スタッフをずっとやってくださっていて、うんうん、そうなんですよ。そうなんですね。うんうんうん。いつですか。1年くらい前に、はい、あのオランダの会で、はいはいはい、ちょうどね、はい、ナナピー、はいうんね、なっちゃんが江戸川で主催して、私もそう、ね、そうなんです、司会をさせていただいたのに、ね、おっしゃってましたよね、さっき、はあ、そうなんですね。でそこに来ていただいて、うん、それがきっかけでうちの会のメンバーに入ってくださったんですよね。そうなんです、はい、そうなんだ。フェローシップ船橋は、うん、松本さんが立ち上げたコミュニティ。そうです、はい、ね、あの地元が船橋なので、船橋でもそういう活動したいなと思って始めたのがきっかけで、はい、でもその LGBT コミュニティ江戸川の方を先にお手伝いしその後を立ち上げたっていう感じですか。そうです、はい、最近ですよね。6月に今年の6月に立ち上げて、はい、感じです、うんうん、はい、なんか立ち上げた、まあ、きっかけがそのオランダに参オランダの会に参加した、うんうん、そうですね、はい、なんか参加した時どういう印象でした。なんか誰か知り合いいるんじゃないかなと思って、うんうんうん、すごいドキドキして行った記憶があります。はいはいはい、そっか、結構ね大きい会場だったしね、うんうんうん、人数もかなり大人数来てたから、うんうんうん、やっぱりね、なんかそういったところに顔を出したことがないと、うんうん、最初はなかなか勇気がいりますよ ね、 そ う、 すね、なんかそういうとこ行ったら自分がそうだと思われるんじゃないかとかさ、うん、なんか知り合いがいたら、うん、なんか言われちゃうんじゃないかっていう、ね、思いもあったんじゃないかなと思うんですけど、その時会場は船堀でね、船堀のタワーですね、開催してて、船堀タワーでやってて、だから言ったら船橋だったら割とね、そうです、30分圏内なの で、 うん、そうですね、やっぱり万が一知ってる人がいたらっていうのが、うんうん、一番最初のやっぱりその気持ちというか、うん、でなかなかやっぱりそういう活動に自分がこう向けなかったのも、うん、誰か知り合いにバレたらどうしようっていうのがすごい大きくて、うんうん、何かしたいなと思ったけどなかなかやっぱり一歩が踏み出せなくて、はいはい、そうですよね、やっぱりこう自分が普段生活している中で、まあ、仕事言葉であったりとか、うんうん、ね、その友人関係家族だったりとかってなるとね、うん、なかなかこうどっかで割れちゃってこの関係性が、ね、ぎこちなくなっちゃったりしたらっていうね心配はやっぱ、うん、でもそんな中でね一歩踏み出して参加したっていうのもすごい勇気だなと、そうだね、一歩踏み出してきてくれてっていうのは嬉しいですし、うん、どうでした、実際参加してみてなんか特に問題なかったでしょ。全く知り合いも、うん、いなく、いなく、うん、全然、なんかその日台風で、うん、あ、そうなの、そうだったよね、すごい台風で、うんうんうん、そもそもなんか結構電車遅れてて、はいはいはい、そう、結構大変だったんだよね、うん、大変な感じで、うん、雨風強くっていう中で、でもかなりの人数ね、そう来てもらって、かなりの人数来てくださって、うん、そうでしたよね、席がね、埋まっててかなり、うんうんうん、ね、台風なのにね、うん、だから自分だけじゃないんだなっていうのを、はいはい、その時初めて感じて、うん、その自分以外のそういう当事者の方たちに会うことがなかったので、はいはい、あ、そうなんですね、うん、結構
なんかこうちょっと心地いい空間でありみたいな雰囲気もあったのかね、っていうのが大きかったかなって。でなんかうちの江戸川のコミュニティの、ね、メンバーとかも、うんうん、本当にセクシュアリティもね、うん、バラバラだし、うん、年齢だってバラバラだし、そうですね、うんうん、なんか本当に多種多様な人たちが、うんうん、まあなんだろう、心を一つにしてって言ったら大げさなんだけど、うん、同じ目的意識を持ってね、うん、なんか向かって目指してね、うん、そうですね、やってるっていうところで一緒になって、第1期生なんです、ボランティアの。あ、今何期まであるの？今まだ2期、来年3期。じゃあもう、そうなんです、結構ね、最初そうなんです、そうなんしてたけど、さっき知ったんですよね、自分が1期っていうのが一番最初の、ね、それまでね、私はね、私のパートナーと2人だけでやってたから、ずっと、そう、でもそれだけじゃ回らないっていうこと で、ね、やっぱりなんか仲間を募りたいってことで、はい、入っていただいて、そうだ、ね、すごいね、LGBT コミュニティがもうどんどん大きくなってきて、ありがたいですね、さらにそこでね、あの一緒にお手伝いしてた、はい、松本さんご自身も船橋で今年立ち上げたっていう、はい、フェローシップ船橋ではどういう活動を主にやってるんですか？2ヶ月に1回あのワークショップを開催していて、はいはい、まだあの9月と11月で2回しか行ってないんですけど、うんうん、一応次が、2月に、はいはい、開催予定なんですけど、まだいつっていうのは決まってないので、あ、じゃあ今後、ね、ツイッターだとかね、そうですね、ツイッターで発信していこうかなと思ってます、はいはい、いやでもね、2ヶ月に1回やるってなかなか大変なことよ。ワークショップってどういうことをやるんですか？ LGBT について学ぼうみたいなこととかですか？そうですね、基本はその LGBT についてっていうのをテーマにしてるんですけど、うんうん、はい、まあもともとそのフェローシップ船橋を立ち上げたきっかけっていうのが、うん、まあ、のパートナーシップっていうのを、はい、あの船橋でも作れたらいいよねっていうのがきっかけだったので、うんうんうん、必ずそのワークショップの中、ワークショップのそのトークテーマの中に必ずその、うん、パートナーシップって必要かなとかっていうのを必ず入れるようにして、うん、皆さんでお話ししてもらうように今してる感じ、やっぱりこう制度を作るにあたって、うん、やっぱりその市民だとかの理解っていうのも同時に、ね、うん、進めていかなくちゃいけない、うん、理解を 得つつやっぱりその制度を作っていくっていう重要性とね、やっぱり、うん、あの区役所とかね、市役所だけにこう言っててもしょうがなくて、うん、いろんな人に理解してもらうってこともすごい大切ですもんね、うん、そうですね、うん、っていうのを本当感じて、うんうんうん、やっぱりその行政っていうのは啓蒙活動をなんか第一に考えるっていうことを初めてその時学んだので、うんうん、まずはその市民レベルで広げていくっていうことをちょっと念頭に置きながら活動はしているんですけども、うんうん、ね、はい、まだ6月だから数ヶ月ですけど、 で、 す、ね、でも実際にね、やっぱ会に参加してる人たちがこういろいろ話し合ってるということでね、うんうん、ストレートの方とかもいらっしゃったりもしますか？はい、もういらっしゃいます。いらっしゃいますか、はい、大事だね、うん、やっぱ地域でそこで理解をね、音崎奈々って言ってたように、うんうんうん、広げていって、そうだね、ってなるとね、やっぱ市も今後ね、動いてくる可能性大事、うん、前回私もお邪魔したんですけど、フェローシップ船橋、はいはいはい、船橋の会でね、はいはい、結構議員さんとかも ね、 そうですね、集まっていただいたりとかしてたし、うん、ね、まあ、LGBT とはあまり関わりがなかったけど、まあ、興味があってきましたっていうストレートの人とかもいたし、うん、それもね、年齢もバラバラでね、そうですね、結構本当様々でしたね、前回は、うん、でもこうざっくばらんにお話できるような、うん、まあ、座談会みたいな感じなんだけど、うんうん、なんかそれもすごい新鮮だし、うん、楽しかったです。 ありがとうございます、うん、ね、なんか LGBT、まあ、ちょっとなんか知らないけど気になってなんだろうと思ってみたいな、うん、結構もうね、認知度、うん、LGBT っていうワード自体は認知度結構高まってきてると思うか、うん、その中でなんかちょっと聞きたいけどなかなか聞けるタイミングがなくてっていうので、うん、そこの船橋にね、うん、お住まいの方とかが、じゃあせっかくだからっていうので足運んでみて、うん、うん、そうですね、知ってもらうきっかけにもなるしね、うんうん、すごく大事なことだなと思いますね、はい、これやっぱこうコミュニケーション取ってる中でなんかこう LGBT よくわかんないと思ってる方も、うん、その人となりを知ってもらって、やっぱこう、うん、あ、なんだ、別に違いってそんなないんだって感じてもらえたりすると思うし、うんうんうん、やっぱそういったね、本当コミュニティの存在って、そうだね、そうですね、必要ですよね、うん、必要ね、それこそナナピとかもね、うんうん、もうずっと江戸川でやってきて、でもね、うちはもう年4回っていうね、うんうん、
決めてる、うん、だから2ヶ月に1回ってね、もう大変だと思うよ。イベントね、はいはいはい、うん、結構ハイペースな方なの、うん、だってお金もかかるし、そうですね、大きいですね、うんうん、お金はやっぱりお金集めていかなくちゃいけないからね、大きい本当、だってしかも参加費が結構その500円ワンコインであったりとか、うん、結構こう良心的な、ね、うん、参加費だから、だって赤字だもんね、それでね、うん、うん、うまいことさ、スポンサー集めたりとかね、うんうん、そういうことも考えてからも、仕事しながらとかだったら本当に結構厳しい、うん、そうですね、本当こう営利目的とかじゃなくて、うん、もう単純にこう思いがあってこそのね、本当コミュニティだからね、うん、でもどんどんそういった思いを持ってね、続けていくことでいろんな人がね、はい、続けていくことがね、うん、してくれると思うね、うん、うん、ございます。ちょっとこの辺で1曲挟ませていただいて、引き続きお話伺ってください、はい、それでは、3曲目です。清高で虹の向こうへ。お送りした曲は清高で虹の向こうへでした。午後7時からお送りしておりますカラフルスタイルクロス、渋谷市ダックス1階のスタジオより午後7時50分まで生放送でお届けいたします。改めまして本日はフェローシップ船橋代表の松本真由さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうだよね、フェローシップ船橋について、ね、うん、はい、聞かせてもらいましたけども、うん、ちょっとねここで、松本さん個人のねお話もね、うん、ぜひ聞いてみたいなと思って、はい、まあ、言ったら、コミュニティ立ち上げてということで、はいはい、そのご自身はそのセクシャリティを、はい、自分のセクシャリティをこう自認した時期っていつぐらいなんですか？その恋愛短所として、はいはい、その女性がいいなって思うようになったのは、うん、25、6歳の時で、はいはい、でも実際にその子供の時から、うん、あんまりそのなんか
女の子らしいことが好きじゃなかったりとか、あじゃあ結構活発に外で結構活発で遊んだりとか、男の子の友達しかいなかったりとか、うんうん、あそうなんですね、はい、っていうのが、うんうん、で小学校6年生までは本当にその友達が男の子しかほとんどいなくて、うんうんうん、でも中学高校大学が女子だけだったんですよ、女子校女子大だったので、じゃあもうガラッともう変わって友達と変わってっていう、うん、でも全然それでも苦じゃなかったんですけど、うんうんうん、でもやっぱり学校でその女の子なんだからしっかりそういうのやりなさいみたいなのとか言われるのが許せなくて、こうなんか整理整頓とかじゃないけど、そうなんかいわゆる女性像みたいな、はい、みたいなものをこう、はいはいはい、押し付けられるのがもともと好きじゃなかったのはありますかね。わかる気がする、うん、なんかさ、うん、その男友達しかいなくてなんか言われなかった、うん、女の子とも遊びなさいとかさ、そういう風に言われたりした、なんかほんといじめっ子で、ああ今言う、ね、言っちゃうとなんだけど、あ 自分がってことですか。そうガキ大将だったんですよ、はいはい、結構、結構わんぱくだったんですね。わんぱくだったんです、うんうん、でなんか私苗字が松本なんで、はいはい、もう小学校6年間あだ名がダンプだったんですよ、ね、めっちゃ友達いじめまくってたから、ナイスナイスなんだ、そうなんだ、そう悪役みたいな、ね、そうレスラーみたいな面白いでした。そうなんだ、ね、なんか全然今のね印象と、うん、そう想像できない、本当ですか。でも女子校とか入ってからはなんかそんなダンプ松本じゃなくなったんですか。全然なんかそのまんまでもなんか許される感じはあったので、うん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 、なんかそのまま伸び伸びと6年間過ごしてた感じですかね。じゃあ言ったら自分のその性別、セクシャリティ性別というかはその違和感とか特になく、全くそういうの感じたことも、まあ、女性が好きだなって気づいたのが25歳くらい。そうですね、はい、それまではね、うんうん、男性と男性とお付き合いしてて、うん、何人か、はいはい、うん、まあ、やっぱ思春期ぐらいとかに なってきた、みんな周り彼女じゃない彼氏ができたりとか、うん、なんかこう当たり前のような感じでできますもん ね、 そうですね、私もそうだったし、うんうん、なんかそれしか教えられてないとやっぱ男は女と付き合うものみたいな、うん、女は男女が愛し合うものみたいなね、なんか刷り込まれていると、なんか自分もそうしなくちゃいけないのかなみたいなね、うん、そうな、ほんとそんな感じで、うん、楽しかった？全然楽しくなくて、やっぱもうドキドキもしなかったですか？なんかもうめんどくさくて、うんうん、そのなんかその恋愛を、そのなんですか、みんな恋愛ゲームみたいに楽しむじゃないですか、うん、全く駆け引きみたいな、そう理解できなくてなんかどうもその手をつないで歩くとか、うんうんうん、なんかもう気持ち悪いって言ったらなんですけど、ね、どうも嫌で、なんかそれすごい分かるなと思うのが、うん、それも当時彼氏とか行った時に、うん、まあ、手つなぐ、まあまあいいでしょう、うん、ってなってこう迫ってこられるとすごい嫌だっていう、うん、なんかあの、分かる、なんかなるべくこう付き合ってるんだけど、うん、こうすごいのね、うん、付き合ってるんだけど、うん、友達関係っぽくキープしておきたいみたいな、分かります、よく分かります、なるほどね、分かる、分かる、なんか今のお話聞いて、うん、あーってすごくね、うん、共感した。ナノピーとかあんまな、私も彼女を作ってた時はもちろんあって、うんうんうん、でもやっぱり何も感じないんだよね、こう一緒に歩いてても、うんうん、なんだろう、この髪に触れたいとか、体に触れたいとか、なんだ、手をつなぎたい、もっと奥まで知りたいみたいな、全然そういう感情がないの、わかる、奥まで知りたい、セリフがなかなかなんかそういう気持ちが湧いてこないのかな、うんうん、それよりでも私その時好きな男の子が別にいたから、うん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 、その人には触りたいとか思われない、なんかでも変だなって、自分ちょっと変だな、なんでだろうっていう感じではずっとあったかな、そっか、うん、彼女がいながらね、やっぱ同時に好きな人がその時いたっていうね、うん、でね、中も中までしたことあるの私、女の子と、そうそう、その当時付き合ってた彼女とね、でもその当時は、まあ、まだ中学生、こんなこと言っていいのか分かんないけど、うんうん、すごいお酒を飲んで、お酒の力を借りてあの注意をした、しかもなんか道端で注意をした記憶があるね、酔っ払って、あ、うん、もうじゃあ酔っ払わないとできないぐらい、できなかったお酒の力が、でその相手がね、その当時の彼女が今は、うん、あの実は FTM だったってことで、今も男の子として生活してる、だから
向こうも私に対してなんかこうなんだろう別に好きではないけどチャレンジみたいな感じで付き合ってたし私もチャレンジみたいな感じすごい偶然だねそこの出会い、ね、なかなか珍しいそうだからどっちもやっぱお酒ないとダメだった確かにまあそれはそっかそっか、まあ、でも今となってはまあお互い良かったですねそれでねまあね、だから今は普通になんか仲良くしてるし、最近もね、あの手術終わったよって言って動画送ってきてくれたりとかする、だから当事者でね、近くにいたのに、なんかお互いまださ、自覚してなかったから、本当は近くでね、相談相手がいたのにねっていう話はね、してたんだけどね。ね、うん、だってどっちかがあどっちかがっていうか彼女当時の彼女が、うん、その好きだったとしたら、ね、やっぱ相当傷ついてた話だと思うし、うん、そうですよね、うん、だからなんか本当に今こうね松本さんも女性好きで気づいてっていうところで、はい、こうなんかね私も思うんだけどその好き本気で好きじゃないのにこう付き合っちゃうとちょっと相手傷つけちゃうなとかっていう、まあ、でもそれ男女の間でもねあるある、うん、ある、うん、とりあえずキープみたいなさ、うんだねうん、でもその女性好きって気づいてからなんかこう気持ち的に変わりました、はい、なんかやっぱりでもその今はもう付き合ってないんですけど、はいはい、その付き合ってた当時は、うんなんかその周りに何人かやっぱりその今実はお付き合いしてるんだよねみたいなことを言ってた人がいてその幸せにはなれない関係だからっていうのをやっぱり散々言われ続けてたんでそれはどういうこと彼女やっぱり女性と女性同士では絶対に幸せになれないっていうのを言われててそのやっぱ関係性として誰にもバレないようにみたいなひっそりでもその幸せになれないっていうさ誰がそんなこと決めたんだろうねその人の、まあ、なんかね先入観もう完全にその価値観とか、ね、当然のそのロールモデルじゃないけどまだ結婚できないイコールなんか幸せになれないとかっていう風に考えちゃったのかもしれないけどでも私も言われることあって、なんか結婚式ね今のパートナーとする前なんだけど、今度結婚式するんですとかね言うと、あおめでとうございますでも続かないわよ子供ができないからとかねそんなこと言われるんだ同じようなこと言われた確かにそうですねそうだからその人は子供がいて、夫婦生活が成り立ってるんだろうなって、でも子供って巣立っていくわけでしょ、その後離婚するのかなとかね、なんか分かんないけどねだよね、まあ確かにその本当に子供が生まれてっていう、まあもちろんね幸せなことかもしれないけど、でも人それぞれ幸せの形って違うし、そうだよねいや本当そう思いましたで、男女カップルでもその子供、お子さんがいなかったりとか、ね、あえてその2人だけで生きていくって決めてる人だっているだろうし、だからその人の幸せをね、その誰かが決めることではないからね。そうだね。松本さんはなんかこうもし今の活動の先に船橋市で同性パートナーシップ証明とか発行できるようになったりとか、あとは国で同性婚認められましたってなった時、なんか結婚したいなっていうのとかってありますか？したいですね。できたら。そうですね、できるならやっぱり、やっぱパートナーね、だってナナピーもさ、長いじゃない、はいやっぱりこうパートナーが いるってなった時に、何かこう守られる制度って絶対必要だよね、守ってもらうっていうのもそうだし、あとはなんだろう、婚姻制度ってさ、なんか義務もあるのよね、ああ続けるみたいな、そう、例えば不倫しちゃいけないよとかさ、清掃義務も、ね、含めて、それを受けたいって思う相手ってことだし、そうだね、そこに結婚っていうことにやっぱり責任がまた生まれるんだけど、でもそこにはまりたいなって私はすごい思う、そうだね、そうですね、まずは船橋市にパートナーシップ制度が ね、そうですね、目指してまず理解を広める活動をして、ね、少しずつだと思うんですけど、少しずつよ、ね、まだね、本当これからなんで、まあ、多分すごいね大変だと思うんですけど、もちろんなんか私にできることがあればね、本当だってうちの会から派生してできた会だから、いやすごいの、思いがどんどんね、そう嬉しいよ、疲れていってるっていう、しかも1年前の会に勇気を出してきてくれた方が今先頭を切ってやってくれてるっていうのは、私本当良かったし嬉しいです、本当にね、確かにもうね、江戸川でパートナーシップできましたっていうのも嬉しいだろうけど、その先にね、やっぱりこう活躍してる人がいるっていうのがね、やっぱナナピーとしても嬉しいことですね、ありがたい
はい、ということで、じゃあちょっと一旦ですね、この辺でもう一曲挟ませていただきまして、最後までお話伺っていきたいと思います。はい、それでは次の曲です。鳥山愛と with Switch of Voice で雨上げて恋高く。Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah, yeah. 雨に濡れた原宿の影、僕と君は初めてキスをした。夢見心地のど真ん中で、君はどうして震えてるの。君を震わすこの梅雨空が、そうまるで雪のように見える。それは君が綺麗だからなんだよ。さあ怖がらず心地おいて。水たまりに映るそう二人のストーリー。雨上げて、okay. 恋高く、okay. この言葉歌えば全部晴れるよ。君を連れてく okay. さあ聞かせてよ okay. Yeah, yeah, yeah. 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 Yeah, yeah, yeah.はどこいつこ、僕たちの暑い夏がもう近づくよ。君の涙はもう蝉しくれ、遠くに晴れてるんだからさ。誰にも言えないこともあるでしょ、僕にだけ君の強がりわかってるよ。だから姉ちゃんもと耳を貸して教えてあげる魔法の言葉。歩幅を合わせて手をつないで表参道。君とならいくら濡れてもいいから、もう迷わず。お送りした曲は鳥山愛と with Switch of Voice で雨上げて恋高くでした。午後7時からお送りしておりますカラフルスタイルクロス、渋谷市ラックス1階のスタジオより午後7時50分まで生放送でお届けいたします。はい、はい、改めまして本日のゲストさんはフェローシップ船橋代表の松本舞さんにお越しいただいてお話を伺ってます。イエイ、ここまでお願いします。よろしくお願いします。で今曲の最中にすごい話なんだけど、うん、なんかそれぞれね、やっぱあの、うん、好きな恋愛対象になる人が分かってから、うんうん、なんかこう曲も恋愛の歌とかめちゃくちゃ共感できるようになりましたねとかってね、今ねすごい盛り上がって、そうそうそう、なんかねナナピはでも切ない歌しか分かんなかったって言ってた。そうだから学生の時に男の子好きだけど、うん、それ伝えられないみたいなさ、うん、そういうなんだろう、HY のソング4とかね、はいはいはい、あー、わかる。そっかそっか、そうだね、うん、もうその時点でだって恋愛してたってか好きだったから、その気持ちが自分ではね、ゲイだってことは認めてないけども、この気持ちは何なんだ、何で言えないんだみたいなね。そっか、それすらなかったな、私も。あ、本当うん、ね、だからなんかこう、一つこう好きな恋愛対象が女性なんだって気づけて、うん、まあ良かったポイントかな。そうですね、すごい思いますね、思いますね、うん、なんか自分らしくこう恋愛できるっていいなとね。そうね、ね、うん、はい、で最後になりますけれども、今後そのフェローシップ船橋の活動を通して目指している未来っていうのはどういうものを想像しますか。なんかもう最近思ってるのは、うん、そのやっぱり自分たちの世代がパートナーシップ条例だったりとかっていうのを、うん、その国だったりとか自治体で、うん、あの作ってもらえるっていうのはもちろんなんですけど、うん、その自分たちことではなくなってきてるような気がして、うん、その自分たちよりも若い世代の子たち の、 その生きる希望になるんだなっていうのを改めて気づいたので、そこにちょっとつなげていけるように、大人になっても自分たちもこう自由に生きていけるんだよっていうのを私たちからこうちょっと
なんですか、ロールモデルとして、大人のロールモデルとしてちょっと発信していけたらなとは思ってます。まあ、でもね、同じ自治体にさ、そういう会があるっていうだけで、もしね、それが届けば、ね、本当に学生さんとかでも悩んでる子が、ね、それだけで力になれたりするもん ね、はい、身近にあるっていうのが本当にね、重要だなと思うので、はい、今後もね、本当大変だと思うんですけど、はい、はい、活動応援しています。頑張っていきます。はい、ありがとうございます。でですね、こちらから、はい、こちらからというか、ナナピの方から、はい、実はちょっとね、ご案内があるということですので、告知をさせてください。はい、このイベント、はい、明日ですね、12月3日、はい、19時半から21時半、ウェディング業界限定セミナーと、うんうん、まあ、ウェディング業界向けのセミナーなんですけど、私その、まあ、結婚式を挙げた当事者として、うんうん、永田町でね、講演させていただくイベントなんです。で、うんうん、何が言いたいかというと、うん、まあ、ウェディング業界を動かしていくぞってこと。あのね、まあ、業界ごで、もう、なんだろう、同性婚に向けてね、動き出したよってことをすごい伝えたいです。やっぱり、なんだろう、その結婚式場とかね、もうまとまって、みんなで力を合わせて、やっぱり同性婚、賛成させるべきだと、なんかそういうふうに動き始めても、その第一歩が明日ありますね。で、まあ、どういう感じだったかっていうのをね、うんうんうん、今度報告させていただきますね。楽しみ。ウェディング業界限定だからね、そう、一丸となって変えていこうっていうね、うん、そう、もう見てるだけじゃダメ。もうね、業界がね、一歩も二歩も先に行ってね、どんどん国の制度引っ張っていこうぐらいなね、勢いでね、私明日ちょっと登壇しますので、いや、はい、素晴らしい。今後ね、うん、もし業界の人がいれば、うん、はい、ぜひ参加していただきたいと思ってます。で、次ですね、はい、これがあさってですね、はい、江戸川三障害フォーラムっていうね、三障害っていうのは、うん、まあ、3つの障害、知的障害と、うん、身体障害と、うん、あと精神の障害とかあるんですけど、はいはい、まあ、その三障害フォーラムっていうところで、うん、シンポジウム講演会をさせていただきます。分かってほしい LGBTQ の子と愛は愛ということで、私登壇させていただいて、はい、まあ、お話しするんですけど、うん、まあ、あさっての水曜日ですね、うん、午後1時から午後1時半からですね、1時半から、はい、うんうん、船堀タワー、タワーホール船堀ですね、はい、で行われます。うん、これももし私のブログとか見ていただければ詳細が載ってますのでね、ぜひ来ていただきたい。150人ぐらい入るんじゃないかなと思って。キャパシティがね、はい、大きいですね。はい、頑張ります。2時間しゃべり続けるよ。すごい、入場料無料だそうですね。はい、無料で、はい、ぜひお近くの方お越しください。はい、続いてもう一個あるんだよね、ごめんなさい、はい、LGBT コミュニティ江戸川のワークショップですね、はい、LGBT について考えてみませんかというのが12月7日の土曜日、15時半から18時まで、これもタワーホール船堀で、はい、ごめん、タワーホール船堀じゃない、はい、船堀会館、船堀コミュニティ会館ですね。そうですね、はい、隣ですね、まあ、同じ駅なんですけど、船堀コミュニティ会館は室1ということでね、そこであります。はい、はい、ぜひ来ていただけたらなと思います。すごい盛りだくさんだね。そう、12月って結構ね、忙しい、なんか、なんだろう、人権週間とかっていうのがあったりとか、で、まあね、そのクリスマスのイベントに合わせてなんかこう、イベントとかもあるので、はい、なんかいろいろね、私登壇させていただく機会がちょっと増えているので、よかったらチェックしていただけたら。今週かなりね、たくさんイベント詰まってますので、ぜひぜひ風邪ひかないようにして、本当に暖かくしてね、お越しください。はい、で、今日のですね、ゲストさん、フェローシップ船橋代表の松本真由さんのね、はい、方でも、LGBT と未来について考える会、はい、はい、まあ、来年のまた2月を予定、2月の中旬をしてます。ということなので、はい、はい、こちらもですね、フェローシップ船橋で検索していただいて、はい、私も行きます。よろしくお願いします。チェックしていただけたらと思います。はい、ね、もうなんかそれぞれの地域からね、盛り上げていきたいよね。うん、盛り上げよう、ね、頑張って、ちょっと、なんかちょっと明るい未来が見えてきました。本日はいろんなお話聞かせていただいてありがとうございました。改めまして、本日はフェローシップ船橋代表の松本真由さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ということで、本日も1時間枠でお送りしてまいりましたが、本日の放送は以上となります。また来週も見てね。バイバーイ。バイバーイ。この番組はライフネット生命の提供でお送りいたしました。